行われるアイススケートショーに出演するソチオリンピック金メダリスト羽生結弦選手が会場入りし、氷の感触を確かめました。国内外のトップスケーターによるアイスショー、ファンタジーオンアイス。会場のエコパアリーナには羽生選手をはじめ、織田信成選手や安藤美姫選手、ロシアの皇帝プルシェンコ選手など豪華なメンバーが一堂に会しました。明日からの公演を前に羽生選手らは早速特設リンクで練習し、本番さながらに優雅な舞を披露していました。静岡でのトップスケーターによるアイスショーは8年ぶりということもあり、チケットはすでに完売。ファンの期待が高まる中、羽生選手は、こんなに素晴らしいスケーターが一堂に集まるショーっていうのはなかなかありません。ぜひこの浜松に足を運んで楽しみにしてください。ファンタジーオンアイスは明日あさっての2日間3回公演で行われます。小田さん、静岡の印象っていかがですか？はい、静岡の印象、やっぱお茶、うん、富士山、うなぎパイ、たくさん出てきますね。印象で、うなぎはもう実は食べたんですよ。え、昨日に来られて、はい、じゃあもうしっかりパワーつけて、もうめっちゃ美味しかったです。うなぎ、そこのお店の方に、今僕うなぎ食べてすごく感動してますと、こんなに美味しいうなぎ食べたん初めてっていうぐらい、はい、奥さんからうなぎパイ買ってきてねっていうふうに言われてるので、うなぎパイ買って帰ろうかなと思ってます。万全の体制ですけど、はい、いいね、やっぱりね、うなぎパイって言葉が出るのがいいね。そして見どころを聞きました。今回シェネルさんとコラボさせていただいてるんですけど、もうすごい大好きな曲で、このコラボする前からでずっと聴いてて、ハピネスっていう曲なんですけど、本当にもう僕自身がハピネスみたいな、本当にこう幸せをこう感じて常に滑ってるので、結構お客さんにアピールするポイントがあるんですけど、そのこのっていう笑顔を皆さんに見ていただけたらなと。もう一度ちょっとカメラに向かって、はい、今のポーズを見ていただいてもいいですか？そうですね、多分ね、南側の、あの角度ら辺で、はい、こういう皆さん見てください。あるんですよね、あるんで、もうぜひ見ていただきたい、注目していきたいですけども、はいはい、ソチオリンピックでの金メダル獲得も記憶に新しい。ついに氷上のプリンス羽生結弦選手到着しました。もうね、今目の前通っていくんですけれども、とっても美男子で爽やかで、会場の空気カラッと変わりましたよ。さあ、ソチオリンピックでの金メダル獲得も記憶に新しい羽生結弦選手、今回は特別に本番さながらの練習風景をたっぷりご覧いただきます。この出会いは奇跡のように、ほら君と二人めぐり会えた。 Suddenly You have changed my life。 そのすべてが今きらめ。しっとりとした演技、
その神秘的な姿に目を奪われますね。いやすごい美しいですよね。うっとりしちゃいますね。うわかっこいい、うん、そうかと思えばこんなお茶目な姿も。さあ羽生選手にも直撃インタビューです。羽生選手、静岡は来られたことはありますか？初めてだと思います、うん、なかなかこうやってアイスショーやることもないので、はい、本当に楽しみにここまで来ました、うん、静岡ってどんなイメージありますか？まあ、浜松というと、うん、うなぎだとか、うん、静岡っていうとお茶っていうイメージはありますね、はい、まだ食べられたり飲んだりはされてますか？まだしないですね。あ、じゃあぜひこのアイスショー終わった後に。そうですね、ぜひ、はい、今回のアイスショーで羽生選手の例えばこんなところを注目してみてくださいとか PR ポイントをぜひ。僕らしいしっとりとした曲と、うん、またはあまり披露していないというかあんまり長くやっていないロック系のナンバーも今回あるので、そのギャップをちょっと見ていただければ。そうですか、はい。静岡の皆さんこんにちは、フィギュアスケーターの羽生結弦です。今回静岡の皆さんの前でアイスショーをすることができ本当に嬉しく思います。なかなかこんなに豪華なスケーターの皆様の演技を見ることはできないと思いますので、ぜひ楽しんで見ていってください。そして僕自身もすごく楽しんでいきたいなと思います。再び静岡。さてこの後は本番が迫る特設リンクから再び中継です。豪華チケットプレゼントのキーワードも発表しますよ。市のエコパーアリーナファンタジーオンアイス2015静岡公演が行われます会場から生中継でお届けしています。皆さんお待たせいたしました。今夜6時から行われますショーのプレゼント、ちょっとこのお席に座って、見てみたいと思うんですけれども、もう今まさに選手たちが練習中ですよ。とってもこうリンク全体が見渡せる席ですね。今でリンク長ではですね、タチアナ・ボロソジャル、マキシマ・トロポフ、ロシアの、それからイタリアのアンナ・カッペリーニ&ルカ・ラノッテのお二人が練習しているというところですね。言い切れましたね、よかったです。さあ皆さんですね、こちらのお席をプレゼントしたい。いやさあ、旅静岡頑張りました。もっとすごいお席ご用意しております。奮発しましたよ。どこの席だよ。もっとね、前のお席をですね、ご紹介しましょう。見えますかね、ちょうど中継軍ボーイズ、あそこに座っていますよね。どこ？こちらのお席をご用意しました。 S 席の1列目という席なんで、そうなんですよ、ちょうどいいところで、こちら一席15,000円、二席で30,000円相当のお席です。もう中継君ボーイズ堪能してますけれどもね、座ってみますと、もうね、選手たちのこの表情とか繊細な動きが臨場感いっぱい伝わってきますね。全体的にいいお席ですよ。真ん中ですね。このお席をね、皆さんにプレゼント、いいな、当たったお二人。すごい。こちらにもそのチケットもですね、実際に用意してあります。さあ、この、プレゼントの応募方法はですね、スタジオで広瀬さんお願いしますね。お願いします。では今日はしっとりと参りましょう。中継大好き